これは世界赤軍構築のためのニュースフィルムである。1970年3月、共産主義者同盟赤軍派は日航機をハイジャック、国際根拠地設立を目指し、朝鮮民主主義人民共和国へ飛翔。同じく9月、パレスチナ解放人民戦線はカイロでパンアメリカン機を、革命飛行場で他の3機をハイジャックの後爆破、国際ゲリラの新たな武装闘争を展開した。武力による国境突破、それはヒロイズムによる戦略戦プロパガンダなのか。プロパガンダとは何か。それは今、戦う人民が真の言葉で戦いの真の意味を語ることだと定義できる。しかし、それは誰に向かっていかに語られるのか。パレスチナ解放人民戦線兵士は、中近東におけるアラブ解放運動の中で独自に展開する自らのプロパガンダ戦略を次のように規定する。我々はいかにプロパガンダ活動を行っているか、この5年間で得た教訓は実に単純である。プロパガンダとは即インフォメーションであり、インフォメーションとは真実を伝えることである。しかも真実の最高の形態は武装闘争である。だから我々は武装闘争こそがプロパガンダの最良の形態だと信じている。確かに全世界の言論プロパガンダ体制は世界中の世論に対して多大な影響を与えているかもしれないが、最終的に物事を決定しているのは武装闘争を通して自らの解放を勝ち取ろうとする戦う人民である。もちろん我々全員は現在のアメリカ帝国主義者のプロパガンダ体制が歴史上最大のものであることはよく知っている。彼らは世界中のテレビネットワークと新聞を支配し、言いたい放題を言うことによって人民に偽の教育を施し、映画を作っている。彼らは何でもできると思い込んでいる。南ベトナムの人民は確かに微力であり、テレビも新聞も持っていないが、帝国主義の体制と戦う断固たる意志だけを武器として戦っている。そして今何が起こっているのか。巨大なプロパガンダ体制はアメリカ合衆国で、あの戦争が正しい戦争だということを説得しきれなくなった。日を減るに従ってアメリカ人民はこの戦争に疲れうんざりし、戦争に反対しているではないか。これこそがプロパガンダ、我々の側のプロパガンダなのだ。プロパガンダとは行動であり闘争である。それが唯一最高の形態なのだけれども、その行動は全世界の左翼諸党派、革命的プロパガンダ体制との固い連帯によってインターナショナルな規模で裏付けられなければならない。いずれにしても最終的武装闘争こそが基本である。同じく日本革命戦線へ全段階武装放棄という60年代の闘争方針を戦略化し、70年を武装退治段階と状況認識する共産主義者同盟赤軍派兵士は語る。我々がこの間展開してきた闘争を踏まえていることは、敵権力への直接的な打撃、すなわち大阪東京戦争、大菩薩闘争、米軍基地連続爆破闘争、そしてハイジャック、交番襲撃、武器奪取、連続資金挑発闘争などのいわゆる武装闘争そのものがプロパガンダであり、その戦果、すなわち敵に与えた具体的なダメージ、
支配秩序への根底的な大気の成果がその実態である。そしてこの実態を獲得する者は無数のゲリラ戦線を構築する人民の戦争以外にはない。現実は敵と戦っているか、現実に敵と戦っているのは誰か、現実に我々は敵と戦いうるのか。武装闘争の世界的現実は日本的現実の中でいかに行われているのか、いかに武装闘争を行っているのか、いや、いかに武装闘争を展開していこうとするのか。1970年9月14日、共産主義者同盟赤軍派と日本共産党革命左派による統一赤軍結成の宣言がなされた。その時一番後方にいた福島県部らの小隊30人が新たに現れた400人ほどの集団に挟み撃ちにされて、隊員たちは散り散りになって逃げましたが、2.1 は旧奪取闘争、連続主義挑発闘争へと続く革命戦争の前哨戦を勝ち取る戦いとして投稿づけられた過程から生まれるべくして生まれた正しい人民の戦争の陣形である。ここに結集された全ての同志諸君、友人の皆さん、ハイジャック闘争と 12.1 闘争により深紅の糸で結ばれた我々日本革命戦線と景品安保協闘は 1.25 集会に続きさらなる遊撃戦の展開をもって日本革命戦争、世界革命戦争戦うべくして本集会を開催しました。革命戦争の勝利に向けた人民の闘争の軸として本年7月15日連合赤軍が結成された。統一された赤軍は赤軍中央軍と人民革命軍の連合軍である。この連合軍はスペイン帝国主義に対する遊撃戦の着実な実践によって新たな兵士を加え統一革命軍となるであろう。連合軍は遊撃戦を何よりも展開し、県軍武装闘争の中で幾多の困難に立ち向かい犠牲を払って確立した軍事路線を深めるであろう。そして軍事路線を深める中にあって共産主義者同盟赤軍派中央委員会と日本共産党革命左派神奈川県常任委員会はそれぞれの路線を検証し発展させ新党結成を勝ち取る覚悟である。革命軍は世界革命戦争勝利共産主義建設に向け遊撃戦を貫徹し全人民総方向へ向けて戦うものである。革命軍は遊撃戦を戦う中から軍の正規化を勝ち取り軍の共産主義化を勝ち取り世界革命戦争を戦う全ての人民と固く連帯するものである。革命軍はまさしく正規する労働者人民の力強い軸であり正義の戦争のための軍隊である。同志諸君、連合赤軍を結集し殲滅戦のゲリラ戦線を構築し革命戦争のさらなる陣形を勝ち取ろうではないか。
そして我々はいかに現実を、武装闘争による現実を獲得しようとしているのか。武装闘争は抑圧された人民の言葉である。すべての革命は、特にその初期の段階では、敵からの防衛のために適切な立場を選ぶべきである。なぜなら我々にとって敵はイスラエルだけではなく、国際帝国主義者、シオニスト、およびアラブの反動政府たちだからである。我々はこの5年間、さまざまな形で反動ユダヤ政府との戦争を戦ってきた。そしてその過程の中で、シオニストの侵略から、敵の手先ヨルダン反動政府から、我々の国を解放する戦いを推進するために、いかに我々の革命を防衛していくかを考えた。その答えがここイスラエルとヨルダンに広がる国境地帯のジェラシマウンテンを戦場として選び、革命を拡大するため積極的に戦闘を開始する根拠地を作ることであった。そして今、シオニストの手先イスラエル、イスラエルの手先ヨルダン政府軍と生きるか死ぬかの戦いの日々を送っている。我々のこの戦略戦術は、キューバやベトナムの同志諸君がかつてそうしてきたように、我々戦う者の考えと立場によるものである。パレスチナ解放人民戦線は戦争をする、戦う。抑圧された人民は武装闘争することによってのみ革命の現実を生きようとしている。共産主義者として生きようとしている。パレスチナ解放人民戦線兵士はハイジャックの英雄ではない、共産主義者としての自らについて語る。では私の任務とは何か。ゲリラとしての私の任務は、ゲリラ闘争の中で必要とされているあらゆる種類の役割を果たすべきことになる。例えばそれは、ある時はハイジャックであり、またある時はインタビューに応ずることであり、そのようなことすべてなのです。私たちはかかる闘争を提起してきた。しかしながら、この戦いには様々なものが必要なのです。したがって私はその一面だけではなく、さらに多くの側面を実習しているのです。だから今現在私が何をしているか一つ一つはっきりは言えません。でも今の場合は、我々の力をプロパガンダする戦いを私が展開しているのだと思っています。しかしながら、私がハイジャックのスターとして英雄視されているということに対してどう思うかという質問の中で、あなたは英雄視していないのだが、と言っています。そう言ってくれることを聞くのは、私は個人として嬉しく思う。だが、いつの場合も私たちは個人としては語らない。というのは、革命は常に人民から生まれるものであり、人民のためのものであり、一般的な人間のためのものではないのだから。それゆえ全体の中にあっては、個人とはさして重要なものではないのです。それから、私が英雄化されていないと言われたことは大変嬉しく思います。というのは、このようなことを聞いたのは初めてだし、さらにパレスチナの革命家やプロレタリアートが戦っている中で英雄とならないのは、それを行うことがその人の任務であり、決して趣味などではないということを意味しているからです。私の場合、ハイジャックだけでなく、私の任務というものが私の人生の中で当然死をも伴うものだからです。したがって、私を英雄視する人々に対して、いつでも私は、私たちは決して英雄などではなく、そして決して趣味で戦っているのでもなく、ただそれが私たちの任務であり、いついかなる場合でも
私たちは自らを革命に捧げているのだし、それゆえ私たちの人生は革命のためのものであることを主張したいと思っています。バラックの難民キャンプに抑圧される人民、無差別砲撃にさらされて抑圧を受ける人民、それは民族が抑圧されているのか、共産主義者が抑圧されているのか。革命家は自らの個人的な生活を戦いの中に捧げ、それを実践していなくてはなりません。したがって個人的な生活というものはないし、闘争の生活というものもないし、なぜなら戦いとは革命に巻き込まれる全ての人々にとっての個人の、そして全体の生活であるからです。したがって私の場合、私に個人の生活があり、そして同時に戦いの生活があるなどとは考えないし、感じてもいない。そのような二通りの生活は統合され、拡大されるべきものなのです。我々は革命家としてうぬぼれたりすることのないように生きているし、かつそのように実行しているつもりです。しかしながら、我々は革命家がそうであるように、我々の未来を信じています。教師であったところの経験から、例えば富について言えば、お金があればどこへでも行ける。しかし敵との戦いのために私は考えた結果、全てを放棄しました。私たちはこの戦いのために全てを犠牲にせねばならないのです。なぜなら、私たちはこの国と人民のために、彼らと同等の生活をせんがために戦わなければならないからです。それゆえに私たちはプロレタリアと分かち合うものを持ち得るのだし、私は自己のプチブル性を放棄したのです。そして私たちの中には、私のような人はたくさんいるし、私の前にもいろいろな人たちがいましたし、自分を変革していたのです。彼らは教師で、私はプチブル生活を捨てようとする生徒であり、彼らもまたプロレタリアの生活を学習し実践していたのです。そして私たちが信じているそのような生活だけが、結局唯一革命を高揚前進させ、最後までプチブル階級ではなくプロレタリア階級のリーダーシップを持ち続けるのです。それゆえ、人民が真の革命的人民となるのは、状況と、そして法則を通してであり、そしてそのような人民、すなわち人民についての概念も理念も学んでいないにもかかわらず革命を志向する人民は、唯一プロレタリア階級だけなのです。なぜならプチブルというものはプロレタリアと同様の生活を行わないがゆえに、プロレタリアの抱えている問題を分かち合うことができず、我々の到達した地平にまでは達し得ないからです。
それゆえ我々はプチブルとしてではなくプロレタリアとして戦っているのです。プチブルがプロレタリアがするのと同じように戦えないがゆえに革命が革命としてある意味はここにあるのです。武装闘争は戦争である。戦争、抑圧された人民は戦争をする。敵を倒す武器は何か、何が人民の武器か。世界は毎日戦争を行っている。歴史は毎日戦争を行ってきた。抑圧された人民に平和な日はあったか。武装闘争の結果、極に抑圧された兵士が語る。この東京地方裁判所において最初に明らかにしておかなければならないことがある。私が獄につながれ現在公判に引き出されていることは鉄権力の捕虜となっている、すなわち交戦中の捕虜という事実である。しかしながら赤軍兵士は革命戦争の実戦部隊であり饒舌の輩ではない。我々は行為者に要求される倫理が沈黙と決断だけであることも知っている。現代は革命戦争の時代であり、革命をおしゃべりや活字の羅列の中で表現することを拒否し、断固とした実践行動に着手することが要求されているのであり、我々はブルジュア法廷でのおしゃべりを決して好むのではない。であるがゆえに我々は現在の被告の立場を決して感受するものではないし、自己の存在そのものを攻撃的武器に転化することのみを考えている。はっきりさせておかなければならないのは、裁かれるべきは帝国主義者であり政府ブルジュア人であり検察官である。裁く者と裁かれる者の転倒を作り出すために世界革命戦争を断固として遂行せねばならない。そして歴史は赤軍兵士を人民の英雄として刻印し我々の無罪を証明するであろう。同志諸君、革命戦争派に対する鉄拳力の卑劣な弾圧を断固として粉砕せよ。武装闘争と連帯し武装闘争を支援する合法非合法の大衆支援網を市民社会の末端にまで組織しなければならない。武装闘争の影響力と波及力を組織し鉄拳力への合法非合法の反撃の物質力を形成し、革命勢力の犠牲を最小限にとどめそれを上回る新しい革命戦争を作り出し、戦いの戦果をそして教訓を蓄積し武装闘争の連続性持続性を作り出していかなければならない。最後にハイジャック闘争を支持し我々の後半を支援してくれる多くの人々に連帯の意を表明し、鉄拳力の卑劣な弾圧に抗して後半闘争を断固として勝利的に戦い抜く決意を明らかにします。すべての人々が、青年はもとより老人も子供たちも男も女もすべて赤軍兵士を志願し、世界プロレタリア人民の戦いに呼応して日本革命戦争を共に戦われんことを呼びかけて僕の所信表明を終わります。1971年7月1日
武装闘争という戦争の中で、敵の死か我が死かだけの毎日を生きるパレスチナゲリラ兵士フェダインは語る。我々のモラルは戦い、そして勝利することである。なぜなら我々パレスチナ解放人民戦線は人民と共に戦い、人民のために戦っている。そして非占領下の国々における難民キャンプの人民に対する圧政がそのモラルの在り方を実証している。人民は革命を支持すること、人民の目標と希望は革命にあること、それが我々ゲリラ兵士のモラルだ。我々は生きているから戦っているのではない。生きるためにこそ戦い、戦うことが生きることなのだ。さらに我々は革命の基本的な法則と概念を理解した上で現実を把握し、分析し、客観的状況、主体的戦闘力、その他あらゆる革命の諸経験をいかに生かすかを考えなければならない。革命は全て似通ってはいるが、同時に独自のディティールと性格を持っているのだ。したがって我々パレスチナ解放人民戦線は常に人民の革命の法則を学び、かつ実践しなければならない。我々の戦闘に適切な戦術を取らなければならない。なぜなら我々パレスチナゲリラの軍事的政治的位置は極めて困難なところに置かれているからである。例えば1936年シオニストのパレスチナへの移住とイギリスの植民地主義に抗して戦っていた時、1967年アラブ民族主義が反動政府と結託してチブル思想へ傾斜していった時、我々の革命は政治的に明確な戦略を持ち合わせていなかった。革命の戦略論も持ち合わせていなかった。そのために負け、多くの同志を犠牲にしてしまった。今我々は知っている。ゲリラ戦というものは戦場が一定しているものではない。ゲリラはまず自分が戦闘の一単位であることを自覚しなければならない。その上で人民の目標と希望である革命を我々ゲリラ兵士のムラロたち、我々の戦略とすることができるようになったのである。抑圧された人民のモラルは生きているから戦うのではない、生きるために戦っているのであり、戦うことが生きることだという。岩と土ぼこりの砂漠の中を木や草のようにフェダインは生きて戦う。戦いの中に生きる平和が人民の言葉として生まれてくる。彼らは銃を片手に、銃を学び、銃によって学ぶ。抑圧された人民が今手にすることができる最初の言葉は銃と弾丸なのか。
彼らに最前線と銃の後方の区別はない。前線基地は彼らの豊かな学習生活の場である。市街地は人民の言葉としての武器の発見活用の場である。彼らに都市ゲリラとゲリラ戦争の区別はない。ゲリラ兵士は戦争で学び、人民大衆は居住地を戦場にする。تونس الخضرة هي هي توري توري على العمالة شلون ننام أولا شلون
武装闘争はスタンバイすることだという風景が今世界の風景として我々の前に広がっている。スタンバイするとは、今手にすることができる武器を開発し武装待機することだと抑圧されたパレスチナ人民から学ぶことができる。アラブ解放運動の中で我々が学べることは、パレスチナ人民の敵シオニストと世界帝国主義のほかに敵はいなかったか。パレスチナ解放人民戦線は、アラブ解放運動が各国政府間と各民族間のヘゲモニー争いを行っていた1967年、民族主義から国際共産主義への展望を持つべきことを主張して、すべての多党派から分離して結成された。そして、現在に至る5年の間に、その武装闘争による戦略論を物質化し続けている。パレスチナ解放人民戦線が、反民族主義の立場に立てたということはできるのか。パレスチナという言葉は、古代カナン語で勇敢なる兵士を意味するという。2000年前の侵略者ヘブライ人と戦い、ローマ帝政十字軍と戦い、近代シオニズムと戦い続けるパレスチナ人、5年どころではない。彼らは4000年前から戦う人民だという。彼らは常に戦う兵士という民族だという。近代シオニストばかりでなく、今またヨルダン及び各国政府軍、アラブ民族運動のゲリラ正規軍の陰で戦い続ける戦術を方針化しているという。彼らは資本主義戦争の兵士ではない。彼らは階級と報酬給与を持った軍隊の兵士ではない。彼らは戦う生活の兵士である。彼らは軍事を生活とする人民である。市民でも国民でもない抑圧されたパレスチナ人という人民である。
彼らに最前線と銃の後方の区別はない。前線基地は彼らの豊かな学習生活の場である。市街地は人民の言葉としての武器の発見活用の場である。彼らに都市ゲリラとゲリラ戦争の区別はない。ゲリラ兵士は戦争で学び、人民大衆は居住地を戦場にする。カット。ダビング15。私がここに来たのはパレスチナ革命をよりよく理解するためです。パレスチナ革命を理解するにはパレスチナ革命に参加しなければならないと思う。パレスチナ革命に生きることが必要です。それともう一つ、私がなぜ PFLP にいるかというと、 PFLP が人民を革命の勝利へと導くことができると思うからです。PFLP のみが世界革命戦略と戦術を持っている正しいイデオロギーを持っている。中東におけるパレスチナ問題とアラブ人民全般の問題についての正しい分析を教えていると思うからです。パレスチナ革命はマルクス・レーニン主義なしには勝利を勝ち取れないと思う。そしてそのことを PFLP のみが人民はマルクス・レーニン主義とともに勝利を勝ち取ることができるという意識を持っている。それが私が PFLP にいる理由です。日本の同志たち、日本の革命的同志たちへメッセージを送りたいと思います。最初に言わなければならないのは、我々が全世界の革命家を結合し統一しなければならないということです。なぜなら我々の闘争は単一のものであり、決して分断されてはならないものだからです。そして世界の帝国主義勢力は今や統合されたものとして出現しているからです。敵は我々を抹殺しようと意図しています。それゆえ我々は帝国主義勢力をこの世界から放逐する戦いに勝利するために共同行動を行わなければならないのです。プロレタリア階級がこの世界のリーダーシップを保つためにも、今すぐ共同行動に立ち上がろうではありませんか。日本の同志たち、そしてベトナム、中国、全世界の革命的同志たちよ、次のスローガンを掲げ、その実現のために戦い抜こうではありませんか。帝国主義に反対する全世界の革命勢力は固く団結しよう。帝国主義を粉砕し、プロレタリア権力を打ち立てよう。日本の同志諸君へ最前線からのメッセージを送りたい。我々は全世界で革命の炎が燃え上がるのを見たいと願っている。かつてゲバラは世界中がベトナムになるのを見たいと言った。我々もまたそう願う。したがって我々は日本の革命的同志赤軍の諸君が我々と間断なく連絡を保ち合うことによって、我々が諸君の闘争から多くを学んだように、諸君もまた我々の経験を利用してくれることを心から望む。我々の共同行動によって人民を搾取し抑圧している帝国主義者どもを全ての戦線で撃破することができる。それこそがゲバラの教えを実現することなのだ。
人民の意思と感情はあれこれの新聞記事によってではなく、まさに武装闘争の開始によってのみ表現されうるのだ。The groups and parties, the revolutionary groups and parties of the Japanese people. You might hear. パレスチナ解放人民戦線を代表して、日本の同志諸君、革命的集団、革命的諸党派にメッセージを送る。同志諸君、諸君は帝国主義者のプロパガンダ体制を通して、現在パレスチナ人民は戦いに疲れている。戦闘を放棄した。反動及びイスラエルによって粉砕された。というニュースを常に聞かされているかもしれない。同志諸君、信じてはならない。我々はまさに今戦いの最中にあるのだ。我々の闘争に終わりはない。我々には最終目標があり、その実現のために戦い続けているのだ。何者も我々を阻止することはできないだろう。日本の同志諸君、我々は今諸君が我々と共通の敵と戦うことによって我々を支援してくれることを心から待ち望んでいる。ありとあらゆる方法で支援してほしい。医療品を、薬品を、あらゆるものを送ってほしい。しかし最良の支援こそは日本の同志諸君がアメリカ帝国主義の怪物に対して連続的に打撃を食らわす闘争に決起することである。アメリカ帝国主義を弱体化させることによって我々の闘争の前進を勝ち取ろう。日本の同志諸君、我々は共通の敵と戦っている。我々は全世界の数多くの戦線で戦っている。アメリカ帝国主義を全戦線で攻撃し共同の目標を達成しよう。日本の同志諸君、いざ怪物との戦いに突き進み、怪物の息の根に永久のとどめを刺そうではないか。共産主義者同盟赤軍派兵士は語る。ベトナムの兄弟たちがそうであるように、パレスチナの兄弟たちがそうであるように、そしてブラックパンサーパーティーの兄弟たちがそうであるように、我々もまた長い苦闘の道のりで数多くの教訓を学び成長してきた。1970年3月のハイジャック闘争は我々に真の世界主体への糸口を与えた。また同年12月の武器奪取闘争は我々に真の武装主体への糸口を与えた。おまけに我々はそうした中で共に歩むべき兄弟をも、共に戦うべき戦友をも持つに至った。 PFLP こそ、そして日本共産党革命左派こそ、その兄弟でありその戦友である。我々は今すこぶる光栄にも、その最愛の兄弟であり、その最愛の戦友である PFLP からのメッセージを受けている。我々の戦いが、そしてその教訓が、世界の戦う兄弟たち、戦友たち全ての共有財産である以上、我々もまた彼ら兄弟たち、戦友たちに応え、我々自身の戦いとその教訓を、兄弟愛と戦友愛を込めたメッセージとして送ろうと思う。革命とは、戦争とは、その世界性であり、その暴力性であり、それ以上でもそれ以下でもない。我々のハイジャックがしかり、 PFLP のハイジャックがしかり、そしてカストロたちのグランマ号がしかり、そしてかつてのロシア赤軍のポーランド進軍がしかり、革命とは、戦争とは、その世界性とその暴力性においてこそ真実であり、国境を越えた軍隊こそその実態である。それゆえ PFLP の兄弟たちの提起し実践する反帝反シオニズム第三次世界大戦とは、そして中国の兄弟たちの提起し実践する反米抗日戦争とは、我々自身の言葉であり、我々自身の武器であり、我々の提起し実践する世界革命戦争なのである。かつての我々の同伴者たちはあまりにも傲慢すぎたし、あまりにも観念主義者であった。反スターリン主義を筆頭とし、毛沢東への民族主義、経験主義批判もしかり、挙句の果てはホーチミンへのスターリン批判などといった観念主義そのものであった。我々はどうか。我々は過渡期世界論をもって彼らに比べ相対的正しさを示しつつも、やはりその過渡期世界論は過渡期世界論でしかなかったし、それを超える何者かを見出しなかった以上、我々自身もまた少なからずそうであったろう。しかし今や我々は、我々のハイジャック闘争を経過する中で、その何者かを国境を越えた軍隊として握り進めつつあるし、また物質化しつつある。
PFLP の兄弟たちを、戦友たちを、兵士、武器、軍事技術、情報、資料、理論などのあらゆる領域でのコミュニケーションを通して、互いの国境を越えた軍隊の大合流を勝ち取ろうではないか。共産主義者同盟赤軍派兵士は語る。まあここに来た目的っていうのは、私たちの論理構造が世界革命戦略という形で対峙段階というふうに世界革命戦争の波を今捉えていると、でそのことを世界的に表現していくかという問題で問われていると思うし、それはあの去年のハイジャック闘争によって軍事を通してしかあの世界革命戦争の波を領導できないんだということを私たちの組織が証明していると思うし、現実に赤軍派の思想というものを現実の闘争の中で共有しているのはどこなのかということを、まあ、ブルシンを通してしか見ることはできなかったんだけれども、現実に実践的な形でしかねそのことを表現していかなかったということが第一点と、それからあの私たちがハイジャック闘争で貫徹した波というものを現実に継承しているのが PFLP であり、私たちがあの世界と世界赤軍世界革命戦争として表現したあの問題提起をね、この世界というふうにその共有できるのかという問題で、そのことはあのもちろんツパマロスとかブラックパンサーとかあらゆるところに言えるんだけれども、今ここに来た中で一番感じたことは、世界性とか、まあ、国際主義とかいうふうに言ってるけれども、結局一国的にしか世界というものを見てなかったんじゃないか。それはあの日本の審査役の認識論の問題だと思うんだけれども、例えばこっちに来て日本の階級闘争を見たときに、あの死体が客体を解明しようとするときに死体が止まったまましか客体の流動を見ることができなかったし、現実にはその客体を止めたまま死体をどう動かすのかという、そういうちぐはぐなところでしか語ってこなかったということが、現実に私たちの闘争を困難にしてたんじゃないかということ、それはあの、まあ、日本の審査役はもう一回確認しない限りいつまでたっても戦略を立てきれないし、現実にボーダーをどういうふうに超えてどういうふうに世界として結合していくのかっていう問題を語れると思う。それが国際根拠地の問題にしても、各党派はあの非常に観念論だとか逃亡の論理だとか、まあ、他党派が赤軍派の国際根拠地論っていうのを非常に批判してるんだけれども、その国際根拠地論というのが現実に軍事の問題として登場しているということだけで捉えたとしたらね、それはやっぱり逃亡であるとかそういう論理と平べったくくっついてしまう。だけれども赤軍派が表現している問題というのは国際根拠地というのが党の問題であり、その3派とか8派とかが捉えているところ の, あの軍事というところの問題ではないということをまず確認しなきゃいけないんじゃないかって。ロシア革命の時のシェーマンのように蜂起の前段における平和デモというエネルギーを蜂起の一点に集中させようというそういう方向性っていうのが現在 の, その戦いの中でね有効性を持つのかどうかっていう問題がまず問われていると思うし、赤軍派があの69年に出した前段階蜂起というのはどういう形で領導されるのかっていうのは現実に闘争を媒介にするということであり、ゲリラ闘争を通して螺旋的に上り詰めるということだと思う。いわゆるその日本の現実の運動がいくら言っても踏み切れない問題っていうのは、軍事というものが殺人であるということを忘れていたし、忘れていたというよりも観念の中でしかそのことを確認してこなかったという錯覚が現実の闘争というものを全部大衆運動主義に召喚してきたんだというふうに思うわけです。例えば赤軍派が2月から一貫して銀行ギャングをやってきた、その銀行ギャングっていうものの持つ意味っていうのを無媒介的に批判したところで問題の解決にはならないし、どれだけどういうふうに敵権力に対して戦い切れるのかっていうことが重要な問題だと思う。でそのことを忘れた内ゲバというか権力との関係を想定しきれないで今 の, そのインテリゲンチャ運動としてしか表現されてない。もちろんその闘争必死にやるということ、それからあの悪いことをするということは現実に弾圧を受けるわけで、その弾圧に対して同列でしか批判できないような党派に対しては
大衆としてしか認めないし、その意味では赤軍派が提出した問題というものをここでもう一回自分が超えようとする範疇っていうものが、例えば日本で確認してきた革命における尺度みたいなものをここでどれだけ有効性を持ち得るのか、例えばジェラシの山へ行ったりイスラエルのボーダーの方に行って現実にコマンドと共有する空間というものが私たちの中で今まで確認してきた全ての闘争とやっぱり違うっていう、それは平べったく言えばこれから日本階級闘争がどういう形で発展することが有効なのかっていうのを非常に離れたところから見たときに、日本の赤軍派と党内闘争、党派闘争を開始するということであったし、それは日本の政治状況または階級闘争の発展段階が世界革命戦争の地平でどのような形で上り詰めているかということが、逆に言ったらパレスチナにおける戦いをどういうふうに共有しているのかという問題で、対象認識が非常に不十分なために、例えば発展段階の中で北西に行った9人またはパレスチナにいる私、それから日本にいる同志たち、そういう問題意識が多分にずれるだろうし、そのことは党内闘争党派闘争をするんだっていう、そういう中でしか戦略を導き出せないだろうし、世界革命戦争に上り詰めようとするその実態っていうのは、世界の戦争派世界の革命派が同時に軍事を共有すること、それは共同行動共同軍事闘争としてなされなければならないし、その意味でパレスチナの人民とまたはあらゆるスパマロスあるいはブラックパンサーも含む世界の戦争派とどういうふうに共同軍事行動を通して帝国主義者を打倒していくかっていう戦いが世界革命戦略として登場してくるだろうし、そういう軍事共同軍事行動を通してしか世界党の問題っていうのは語りきれないだろうし、そういう意味で昔から言ってた世界党世界赤軍世界革命戦争統一戦線の陣形っていうのは、そういう共同軍事行動をどういうふうに導いていくのかという戦いの中で作られていくということがまず第一だと思う。今ここに世界の帝国主義に対して積極的に戦っている党及び組織との共同軍事行動を定義する日本赤軍派に賛同する。 PFLP は心から共同軍事行動方針を支持し参画する用意がある。しかしながら我々の現在の状況ではその実現の可能性は甚だしい困難に直面している。にもかかわらず我々はできうる限り共同軍事行動方針を支持する用意がある。そしてその実現に我々の可能性を託すものである。我々は共通の敵と戦う全ての同志に連帯の挨拶と戦いの成功を祈る。ごきげんよう、親愛なる日本の同志、パレスチナ解放人民戦線書記長。革命戦線を構築することは武装闘争することである。 9.14 統一赤軍結成記念集会に結集された全ての先進的労働者学生そして我が保有たちへ、赤軍中央軍よりアピールを送りたいというふうに考えます。 Logic or the propaganda machines all over the world are making of information بمؤسسات اقتصادية كبيرة على أرض اليابان وقوات أمريكية ضخمة لتحمي هذه المؤسسات وتحمي الامتيازات. As a star of hijacking, I appreciate your point that the صالح الرأسمالية And it's from the people, so a person is not that important.
革命軍との一体交流であることをはっきりと You don't consider that I am glorified. This is the first time that I hear it. And this shows that a revolutionary or a proletarian We understand propaganda, action, struggling against the enemy. This is the only and best. And then this action can be explained by information activities. なんで愛国戦争のことに戦ってきた最後に本人としてこの日本の星は全世界の米国人のナショナリスト的なファシズム侵略反革命戦争遂行体制で爆心する反革命国民としてはっきりと確認しなければならないでいいから